市民球場です。バファローズ対マリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の東、マリーンズの先発は右の西野、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の東マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、トップバッターは岡。第9投げた、初球決まってストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、打ちました、フラフラッと上がった、ファースト落下点に入りました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番藤岡。第9球ツーシームはボール、投げました、ボール。第3球を投げました、高速スライダー空振り。第4球を投げました、打ちました、痛烈、入れば先制だ、伸びた、レフト見送った、ホームラン、先制ホームラン、卓球は無情にもレフトスタンドへ、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました、素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは3番ポランコ。背番号22グレゴリーポランコ。第9投げました、初球見送ってストライク、初球ストライクから2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから第3球を1つ外してボール、投げました、ボール。投げた、打った、ヒット、ポランコナイスバッティングです。バッターは指名打者ソト。背番号99ネフタリソト。まずは一塁牽制、タッチセーフ、初球空振り、初球空振りから第2球アウトロー、外れてボール。投球はこれから3球目、膝元、外れてボール。第4球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、掴みました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げた、ボール、まずは外角。第2球投げた、ツーシームストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。さあ4球目、低めストレートは外れてボール。次は5球目、投げました、空振り。投球はこれから6球目、打ちました、セデーニョ取った、東取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、バファローズ先制点を奪われています。右の西野マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは福田。第9投げました、初球落ちるスライダー空振り、1球目空振りから投げました、打ちました、ショート後方のフライ、友杉交代、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番西野。第9投げました、打ちました、第2球ボール、第3球ストレートはボール、高め。第4球を投げました、打ちました、右中間へのフライ、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番紅林。背番号24紅林幸太郎。第9
投げた、インコース高めいっぱい、ストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、空振り。バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、打った、三塁線切れました、ファール。投げた、アウトコース低め、見逃し三振。西野、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、マリーンズ攻撃に入ります。トップバッターは山口。第9球投げました、真ん中ストライク、いきなり153キロ。第2球投げました、打った、引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。アウトコース高め、外れてボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、おっとこれ当たった、デッドボール。右バッターボックスは7番中村。第9球投げました、初球ツーシーム空振り。第2球、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げた、高め際どいボール。第2球投げた、ボール。第3球ストライク。次は4球目、投げた、ボール。第5球投げた、空振り。第6球を投げた、引っ張った、ライナーだ、レフト線ヒットになります。山口三塁を狙う、山口三塁です、と田村、いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。初球空振り、カーブに全くタイミング合いません。第2球投げました、高速スライダー、ボール。第3球を投げました、低め、縦のカーブ外れてボール。投げました、打った、痛烈な当たり、センターバックしていった、ヒットになります。マリーンズ1点入りました。友杉タイムリーツーベースヒット、バファローズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、第1打席はファーストフライに倒れています。さあ次の投球、ボール。第3球は見送ってボール。第4球を投げました、4球目空振り。第5球投げました、アウトコース低め、ツーシームは外れてボール。第6球は打ちました、これは犠牲フライになるか、掴みました、三塁ランナーはタッチアップ、三塁ランナーホームイン、マリーンズさらに1点追加、3対0。さあリプレイです。先ほどホームランの藤岡。第9球投げた、初球外れてボール。投げた、打った、引っ張った、ライトへ飛んだ、ダイレクトで当たった、中継、マリーンズさらに1点追加、4対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ2アウトランナー2塁という場面でポランコ、外角高め、直球は外れてボール。第2球投げた、インハイ見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、レフト見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、
チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは DH の外。第1打席は内野フライに倒れています。第9投げたボール。投げました。打ちました。切れていきます。ファール。第3球を投げました。直球見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。ボール。さあ5球は5球目。打ちました。これは内野ゴロ。セデーニョボールを取る。セデーニョ自分でベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって6対0、マリーンズリードを6点としています。2回の裏、バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは DH の森。第9投げました。初球空振り。マリーンズここは引っ張りに警戒します。第2球投げました。もう第3球ストレートはボール。投球これから4球目。外れた。ボール。第5球投げた。打った。藤岡掴んだ。一塁へ送る。アウト。森いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた。内角際どい球。ボール。第2球2球目空振り。第3球を投げた。打ちました。ファール。第4球は三振。高めの変化球にやられました。バッターは6番宗。第9投げた。見送ってボール。第2球投げた。打った。レフト前進。取りました。これで3アウト。バファローズ結局三者凡退、無得点に終わっています。2回が終了しまして6対0です。東降板。マウンドに上がったのは高島。今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。第9投げました。チェンジアップはボール。第2球投げました。インロー際どい球。ボール。第3球を投げました。決まった。ストライク。さあ4球目打ちました。抜けた。佐藤ナイスバッティングです。バッターは6番山口。投げました。初球を打ちました。1、2塁間への当たり。1塁送球アウト。ワンアウトランナー2塁に変わります。バッターは7番中村。第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球投げました。ストレート決まってストライク。投げた。ボール。第4球を投げた。打った。追い込んで。第5球外れた。ボール。次の球がラストボール。インコース引っ張った。打球はレフトの左へ。ヒット。佐藤一気にホームへ。マリーンズ1点入りました。7対0。中村タイムリーヒット。さあこれでワンアウトランナー1塁。第9初球はカットボール。空振り。第2球ボール。第3球を投げた。3球目空振り。追い込んでいます。さあ4球目打ちました。ファールボール。第5球投げた。打ちました。ファール。投げた。見送ってボール。投球これから7球目。打った。第8球は空振り三振。バッターアウト。バッターは9番友杉。今日2度目のバッターボックス。第2球またも空振り。第3球を投げました。ボール。
次は4球目投げました打ちましたファールボール次は5球目ボール第6球を投げました内角高めボール第7球をランナースタート三振3回の表が終わって7対0バファローズさらに1点を奪われています。3回の裏バファローズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西川第9初球スプリット空振りタイミング合いません。初球空振りから投げました打ちましたピッチャー返し抜けた西川いいバッティングを見せました。バッターは8番若月健也第9投げました初球打ったポランコ落下点に入ったポランコ取りました中継ランナー一塁に戻ります。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。第9投げた外れたボール第2球投げた決まったストライク投げた見送ってボール第4球は4球目空振り第5球投げた変化球アウトコースへ外れてボール第6球を西川スタート見送ってフォアボールランナー2人を置いて迎えるバッターは福田第1打席はショートフライに倒れています。ボール第2球投げた打った流し打ちレフトの左これはヒットになります。バファローズ1点返しました。福田タイムリーツーベース。バファローズなおもチャンスが続きます。バッターは2番西野第1打席はセンターフライに倒れています。スプリットはボールまずは高め投げました打った三塁ランナーホームに突っ込む抜けたセンターバックホームバファローズ点差を5点に縮めました。バッターは3番紅林第9投げました外角低めボール。さあ次の投球スプリット空振り第3球を投げましたボール第4球を投げました打ちましたいい当たりボールはライナーでセンターへ取りました中継古林センターへの犠牲フライバファローズ点差を4点に縮めました。バッターは指名打者森最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファールマリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました内角外れてボール次が4球目投げたボール投げた外のボール引っ掛けた取ってアウト3アウトチェンジ序盤終了しまして7対3バファローズこの回3点を返しました。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは岡今日は初球から打ってった三遊間の当たり岡ナイスバッティングです。左バッターボクサー2番藤岡第9岡走った投球ストライク二塁送球タッチはアウト盗塁を阻止しました打ちました第3球を投げた1球外したボール第4球を投げた外れたボールさあ投球は5球目投げたカットボールはボール第6球は打ちましたピッチャー返し抜けた藤岡いいバッティングを見せました。左バッターボックスは3番ポランコ第9決まってストライク1球目空振りから第2球流し打ちどうだ左へ切れたファール投げました打ちましたフラフラっと上がったセカンド掴みましたこれで2アウトランナーは1塁変わりません。第9これは引っ掛けた宗ボールを掴んだサードから1塁送球アウト3アウトチェンジマリーンズファーストランナー残塁4回の表が終わって7対3です。5番
4回の裏バファローズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターはセデーニョ。第2球投げました。引っ張った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番宗。第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、見送ってボール。第2球投げました、ストライク。投球は3球目投げました、3球目ストライク。第4球は打った、センター方向に持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番西川。これが2度目のバッターボックス。第1球投げた、決まってストライク。第2球投げた、ボール。第3球ボール。マリーンズここは引っ張りに警戒します。次は4球目投げた、ボール。投げた、打ちました。セカンド右横のゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。バファローズ結局この回3人で攻撃が終わっています。4回の裏が終わりまして7対3です。5回の表マリーンズ攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤。投げた、外を際どい、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目打った、これはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。入った、入った、ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。高島降板。ここでマウンドに上がったのは吉田。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。投げました、ボール。第2球縦のカーブ決まってストライク。投げました、ボール。さあ4球目流し打ち、右打っていったがこれは切れてファール。投げました、ボール。次は6球目投げた、打った、引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファール。投げた、空振り三振。右バッターボックスには中村。これが3度目のバッターボックス。投げた、外れた、ボール。第2球投げた、打った、これは内野へのフライだ。若月余裕があります。若月掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番田村。今日3打席目。第1球ストレートはボール。第2球縦のカーブ、ボール。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げました、高めいっぱい、ストライク。追い込んでから第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打った、あっと右中間、どうだ、掴んで、これで3アウトになります。5回の表が終わって8対3、マリーンズリードを5点としています。5回の裏5点を追いかけます。バファローズ攻撃に入ります。この回のトップバッターは若月。第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、直球空振り。第3球を投げました、あっと引っ掛けた、
レフト方向へ持っていきましたが、ポランコ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは9番来た。第1打席はフォアボール、ストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げた、スプリットはボール。さあ4球目、ストレートはボール。次が5球目、打ちました。友杉取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って福田。第9球ボール。第2球投げた、縦のスライダー空振り。第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ったいい当たりだ、抜けた。福田ナイスバッティングです。左バッターボックスは西野、これが3度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第1球投げた、初球空振り。さあ次の投球、ボール、アウトコース低め。一塁へ一つ牽制球を送りました。西野ランナーの動きを警戒しています。投球は3球目、投げました、打ちました、ファウルボール。第4球を投げました、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ライト上振った、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。バファローズ2点返しました。チームメートが迎えます。さあリプレイです。バッターは3番紅林、今日は三振とセンターへの犠牲フライ。内角へストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。紅林いいバッティングを見せました、初安打。第1球見送ってボール。第2球投げました、インハイ、ストレートは外れてボール。第3球を投げました、打った、ファール。第4球を投げた、4球目空振り。追い込んで第5球打った、痛烈な当たり、ダイレクトフェンスに当たった。森ツーベース、今日初めてのヒットになりました。西野降板、右の岩下、今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、セデーニョ、今日は三振とサードゴロ。打った、これは強烈、入れば同点だ、さらに伸びていく、フェンス直撃、中継、バファローズさらに2点を返しました。セデーニョタイムリーツーベースヒット、初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2アウトランナー2塁となりまして、宗、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げた、ボール。第3球は決まった、ストライク。第4球を投げた、打ちました、サード、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。前半が終わりまして8対7、バファローズ1点差まで詰め寄りました。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは友杉、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球高速スライダー、ボール。第3球を投げた、ボール。
第4球を投げました。アウトロー。高速スライダー外れてボール。第5球投げました。ストライク。第6球を投げました。打った。ライト前に出る。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って岡。第9投げました。ボール。第2球打ちました。引っ掛けた。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番藤岡。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。投げました。決まった。ストライク。初球空振りから投げた。見送ってボール。第4球を投げた。打った。流し打ち。スタンドに入りました。ファール。第5球投げた。打ちました。ファールボール。第6球を投げた。スプリットはボール。投げました。打った。西野、ボールを取る。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。吉田、この回ピシャッと3人で抑えています。6回の表が終わって8対7です。6回の裏、1点を追いかけます。バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは西川。スラーブはボール。さあ次の投球、インハイ際どい球。ボール。第3球を投げました。打ちました。三遊間破った。西川ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。バッターは8番若月。ゲッツーだけは避けたいところ。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。第9球初球送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。バファローズ同点のチャンスを迎えます。投球これから2球目。打った。投球は3球目。ボール。インローへ。投球これから4球目。ストレートはボール。第5球投げました。三振。バットが空を切りました。先ほどのプレーです。ここまで2安打の福田。第9投げました。低め外れてボール。投球これから2球目。アウトコース高め。スプリット外れてボール。投げました。ボール。第4球はあっと打ちました。ボテボテのショートゴロ。ショートから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。バファローズセカンドランナー残塁。6回までが終了しまして8対7です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターはポランコ。今日はツーランホームランを打っています。投球これから2球目。外れた。ボール。第3球を投げた。打ちました。ピッチャー返し。紅林掴んだ。一塁送球。記録はヒット。記録はヒットです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは DH の外。第9投げた。初球高速スライダー空振り。さあ次の投球打ちました。追い込んでから投げた。外角高め際どい球。ボール。第4球を投げた。打ちました。ファール。第5球投げた。ボール。第6球を投げました。高めいっぱい見逃し三振。ギリギリのところに決まった。バッターは5番佐藤。これが4度目のバッターボックス。第2球投げました。ボール。
第3球を投げました。見送ってボール。投球これから4球目。直球決まってストライク。さあ5球目、インコースのボール左へ。ファウルボール。第6球を投げました。151キロ直球。空振り三振。2者連続三振になりました。投げました。ストレートはボール。まずはインコース低め。第2球、インロー空振り。第3球ボール。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。打った。投球これから5球目。これは引っ掛けた。打球は三遊間へ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁。7回の表が終わって8対7です。7回の裏、バファローズラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは西野。今日はツーランホームランを打っています。投げた。ボール。投球は3球目。投げた。空振り。投げた。ボール。さあ5球目、打ちました。第6球を投げた。打ちました。第7球を投げた。アウトコース。空振り三振。右バッターボックスは紅林。第9球投げました。初球スプリット空振り。投球これから2球目。スプリットはボール。第3球を投げました。打ちました。痛烈。入れば同点だ。打球はそのままのセンター見送った。ホームラン。同点ホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ。甘い球を完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは指名打者森。第1球投げました。打ちました。初球打ち。ピッチャー返し。抜けた。森、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは5番セデーニョ。今日はここまで3打数1安打1三振。第2球ボール。投球はこれから3球目。第4球を投げました。インコース引っ張った。スタンドに入りました。ファール。次は5球目。投げました。引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第6球は打った。ファール。投げた。打ちました。1、2塁間の当たり抜いていった。森、一気に3塁へ。森、三塁です。とセデーニョ、ナイスバッティングです。バファローズ勝ち越しのチャンスを迎えます。さあここが試合の分岐点となりそうです。マリーンズここで前進守備を敷きます。第2球投げた。ストレート空振り。第3球を投げた。打った。痛烈な当たりですがタッチはアウト。これでツーアウト。宗、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。バファローズなおもチャンスが続いています。今日2本のヒットを放っている西川。大きな声援が届いています。投げた。初球外れてもさあ次の投球打ちました。これはいい当たり。入れば勝ち越しだ。伸びた。伸びていった。ジャンプ。ダイレクトで当たった。センターからサードへ。バファローズこの回3点目。10対8。バファローズやりました。これで流れをぐっと引き寄せました。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。岩下降板。右の澤村今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは8番若月。第9投げた。決まった。ストライク。
から2球目、このボールも空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ボール。セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、ボール。投げました、若月フェランデ、ファーボール。ここはよく見ました。第9球初球を打ちました、ボールはライナーでライトへ取って、これで3アウトチェンジ。7回の裏が終わりまして10対8、バファローズ2点リードに変わっています。吉田降板、マウンド上は小木田、今日4番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球外れた、ボール。第2球投げました、空振り。投球はこれから3球目、次が4球目、投げました、ストレートはボール。第5球投げた、スライダー、ボール。第6球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。中村いいバッティングを見せました。バッターは8番田村、今日4度目のバッターボックス。投げた、ストライク。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば同点だ、さらに伸びていく、入った同点ツーランホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった。さあチームメイトからも祝福を受けます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは9番友杉、これが4度目のバッターボックス。第9球インコース高め、直球は外れて、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目空振り。次は4球目投げました、低め際どい、ボール。投げました、打った、アルボール。第6球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。友杉ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。打順は1番に帰って岡、今日はここまで3打数1安打。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました、ボール。第5球投げた、あっとスリーバント、これはピッチャー正面に転がる、一塁送球アウト、ランナー二塁に進みました。バファローズピンチを迎えます。第2球投げた、ストライク。第3球を投げました、決まった、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、インローへ、変化球外れて、ボール。次は5球目、見送ってボール。投球はこれから6球目、打ちました、センターへ上がった、センター下がった、ヒット、友杉三塁回った、バファローズここで勝ち越されました、11対10。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。小木田降板、ワンアウトランナー二塁という場面でポランコ、今日は3安打猛打賞、ファール、打った、アルボール。第3球1球外してボール。第4球を投げました、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、初球スラーバー空振り。第2球投げました、打ちました、来た、落下点に入った、右中間へのフライですが取りました、これで3アウト。8回の
沢村降板。バファローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは福田。初球ストライクから第2球投げた、ストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目投げた、ボール。次が4球目投げた、打った、センター落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番西野。今日はツーランホームランを打っています。ボール。第2球投げた、打ちました、いい当たり、レフトへのフライになった、レフト取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番紅林。今日はホームランを打っています。外れた、ボール。第2球縦のスライダー、ボール。第3球ストレートはボール、内角高め。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げました、打った、い当たりだ、入れば同点だ、ヒット、レフトからセカンドへ。バッターランナー二塁でストップ、古林ツーベースヒット、バファローズ同点のチャンスを迎えます。リプレイをご覧ください。ここまで2安打の森、ひときわ大きな声援が聞こえます。1球目空振りからボール。第3球を投げました、ストレートはボール。投げました、4球目空振り。投球これから5球目インコース、ストレートは外れてボール。投げました、よく見た、フォアボール、よく選びました。さあ、第9投げました、決まってストライク。さあ次の投球、ボール。投球はこれから3球目、見送ってボール。投げた、空振り、少し意識しすぎたか。第5球投げた、打ちました、ファール。第6球を投げた、打ちました、センターへの打球、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。鈴木やりました。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは佐藤。第2球ボール。第3球を投げた、空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、打ちました、三遊間の打球、紅林ボールを掴んだ、ボールはファーストへ、アウトです、一塁はアウト。バッターは6番山口。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第2球見送ってボール。第3球を投げた、アウトコース低め、ボール。投球これから4球目、スラーブ決まってストライク。次は5球目投げました、高速シンカー、空振り三振。バッターは7番中村、打った、初球ファールから投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、内角ボール球打った、左中間のフライ、掴んでこれで3アウトになります。セイリューこの回鈴木降板。9回の裏1点を追いかけます。バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは宗。バファローズここは何が何でも出塁したいところ。スラーブはボール。第3球を投げました、インコース引っ張った、ファール。次は4球目投げた、打ちました、三遊間のゴロ、友杉取った、一塁へ送る、一塁セーフ、記録はヒット、今日初めてのヒットになりました。さあリプレイです。
バッターは7番西川。今日は3安打猛打賞。一塁牽制、一塁タッチセーフ。投球これから2球目。ストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、セカンド左横のフライになりました。掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げた、初球を打った、ライト前進、ヒットになります。宗二塁回った、宗三塁でストーク。若月いいバッティングを見せました。初安打。さあこれがマリーンズ、ここで前進守備をします。ボールを取る、一塁送球、スクイズ決まった。バファローズついに追いついた。11対11。さあ先ほどの同点の場面です。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、福田一打、初球から打ってった、友杉交代、落下点に入った、取りました。二塁送球、これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ボール。第2球投げた、見送ってストライク。投げた、打った、次が4球目、投げました、完全に外れた、ボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ、ファールボール。第6球を投げました、打った、フラフラッと上がった、ショート落下点、取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。9回の裏が終わりました。ゲームは延長に入ります。トップバッターは田村。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、インコース引っ張った、ファールボール。第4球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。投げた、ボール。投球これから2球目、打ちました。第3球を投げた、決まってストライク。投球これから4球目、外れた、ボール。さあ5球目、ボール。第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、ヒット、打ったバッター一気に二塁へ向かう。友杉ツーベースヒットを放ちました。バファローズピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って岡、今日はここまで3打数1安打。さあ次の投球、ボール。投球は3球目、投げた、打ちました、行ったか、どうだ、入るか、二塁ランナー三塁へ向かう、これはヒットになる。バファローズ勝ち越しを許します。12対11。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。ワンアウトランナー二塁という場面で藤岡、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、藤岡ナイスバッティングです。バファローズなおもピンチが続きます。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、ポランコ、今日は3安打猛打賞。第2球打ちました、一二塁間のゴロ、二塁送る、セカンドフォースアウト。マリーンズさらに1点追加、13対11。バッターは DH の外。第9球投げました、真ん中決まってストライク、いきなり150キロ。1球目ストライクから高速シンカーはボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、見送ってボール。
次は5球目。高めボール球打った。センターへのフライだ。取りました。これで3アウト。延長10回の表が終わって13対11、バファローズ2点をリードされています。増田降板。ここでマウンドに上がったのは中村。今日6人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。投げました。高めに送ってストライク。第2球投げました。ツーシーム空振り。第3球は内角外れてボール。第4球を投げました。打ちました。フラフラッと上がった。佐藤余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者森。今日はここまで4打数2安打。投げた。ストライク。初球ストライクから打ちました。ファール。第3球を投げた。ボール。マリーンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置で変更です。さあ4球目、スライダーボール、インハイへ。さあ5球は5球目、打った。強い当たり。打球はそのまま伸びていく。取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは5番セデーニョ。今日はここまで5打数2安打1三振。第2球打った。これは強烈。伸びた。伸びていった。レフト線。先バッターは6番宗。第9投げた。ボール。投げた。ボール。投球は3球目投げた。ボール。次が4球目投げました。打って出ました。ピッチャー返し。一塁送球。あっと送球それた。記録はショートのエラー。ショートのエラーです。投げました。インロー。ボール。第2球投げました。打った。投球は3球目投げました。打ちました。痛烈。さよならか。さよならか。レフト落下点に入りました。掴みました。試合終了。バファローズ敗れました。この試合はマリーンズが勝ちました。勝利投手松田、西武投手中村俊也。